塚まみです。今日は、原田小太郎くんをお呼びしました。大事なことで噛むな。ごめんね。最初からいきなり滑りましたね。元気でしたか？元気だよ。お、元気なのはいいね。うん。うん。と今ところで何していました？いや、今日はずっと家にいた。うん、家にいて何をしたたん？今日はずっとテレビ見てたよ。おお、テレビを見てた。うん、どういうの見てました？あの、なんでも鑑定団とか、うんうん、そういうのも見てた。あ、ほんと、うん、何でも鑑定団とかやってたんだ、じゃあ。うん、それは自分で選んでつけたの？そう。そういうのが好き？そう、好き。あ、ほんと。じゃあそういう鑑定したりするやつの番組とか、うん、あとはクイズみたいなのとかも見たりする？するんだ。うん、そうなのか。じゃあ最近なんだけど、うん、外には出ました？出てない。全然？うん、出てない。だよね、うん、だよね、これじゃあねっていう感じだよね、コタくん。うん、でも出たいでしょうね。え？出たいでしょ？出たい出たいね。え、気持ちはよくわかるな。でも今ちょっと我慢の時かな。そうだね。ね。うん。で、お家でじゃあ前やってなかったこと、うん、かなんか見つけた？なんだろうな。長くいるじゃん、前よりもお家に。まあね、だから、なん。みんなとこうやってズームするようになってから、まあまあ、毎日が楽しいね、やっぱり、ま、毎日が。あ、本当。うん、あ、じゃあこういうの楽しい。うん、うん、好きなんだ。うん、あ、それいいね。うん、おお、じゃあ楽しいこと見つけたじゃん、お家で。うん、ね、うん、よかったじゃん。ね、それいいことだから、うん、続けて。で、コタくんはじゃあテレビで、うん、どんなものを他に見たりする？他はあとは DVD かな、やっぱり。もう一回言って。DVD。 あ、DVD を見てる。うん。どんなの見るの？ナイトライダーとか。うん。うん。ナイトライダー。うんうんうん。あとは、そうだなぁ。何があるかなぁ。まあ、あとは、戦隊ものとかが、多いかな。ああ、戦隊もんとかも見るの？うん。それは全部自分で選んで見てるの？そう。この中のこれ見ようって思う。うん。じゃあどういうやつが好きなのかな、そういうのの中で。まあ今で言ったら、まだ科学戦隊ダイナモンとかが好きかな、やっぱり。お、ダイナマン。うん。懐かしいね、そんなのやってるんだね。そう。だってダイナマンってさ、結構古いよね。うん、いや、今 やってんじゃなくて、その DVD を持ってるから、うん、その DVD で見てるだけ。うん。うん、だからあれでしょ、 DVD で見るから見れるってことでしょ。うん、うん、でもさ、そしたら DVD もいっぱい持ってるの？
持ってるよ。おお、じゃあ山ほども持ってる。どんなの持ってんの？ああ、まあ、なんだろうな。あとは、ウルトラマンとか結構たくさん持ってるけどね。ウルトラマンいっぱい持ってんの？え、だって、じゃあ何個も持ってるってことでしょ？え、いろんな、じゃあ、あれ？怪獣みたいのが出てくるやつ？なんていう名前のが出てくるのか覚えてる？いや、そこは覚えてないけど、まあ、でも、売るほどはあるよ。本当？売るほどあるの？え、そんなにあるの？すごい数じゃない？そしたら。わあ、いいな。すごいよね。それで、コタくんは、お家にいるときに、お母さんかお父さんと話したりするでしょ？いや、あんまりしないかな。あ、本当？え、じゃあ一人でずっといるの？あ、本当に？意外だね。あ、なんか一人っ子だから、私は逆になんかお父さんかお母さんと話してんのかと思ったけど。えらいね。ち、そうだ。お母さんとか、じゃあ、普段いないってこと？いや、家にはいるんだけど、家にいてもあんまり口きかないって感じかな。え、そうなの？え、本当に？じゃあ、食事の時は？まあ、食事の時ぐらいだね。喋る？どんなこと喋ったりするの？聞いてもいい？まあ、いや、まあ、スポーツ番組のこととか、あとは、そうだな。やっぱり、今は、家ですることって言ったら、やっぱり、自分の今度の芝居の、セリフの稽古かな、やっぱり。おお、すごいじゃん。今度じゃあお芝居やるってことでしょ？そしそうたら。ですね、7月にね、どういうお芝居やるの？時代劇。おお、どんな役？俺は大工の役。大工さん。それは何？役目は自分で決めたの？それともその番組を作った人が決めたの？台本を作ってくれた人が。決めたんだ。へえ、じゃあ楽しみだね。また見に来てね。やるときじゃあ教えてね。今度もひなちゃんも一緒にやるから。あ、本当？あ、じゃあその時でも、ぜひ。ちょっとごめんね。コタくん、だん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 前に来ちゃって、顔が綺麗あ、じごめん。ゃん。ついに話に夢中になると。そこで大丈夫。はーい。そう、コタくん、接近中でした。話に夢中になるとね。いや、でも面白かった。どこまで切れてっちゃうかそなと思っう。た。ごめんごめん。だけど、こうやって2人で話そうってのはすごい久しぶりだからね、照れくさいよね、なんかね。あ、そうだよね。本当だよね。あんまり2人で話さないよね。本当、誰か他の人がいて話すことはあるけどね。そうだよね。2人で話すことってあんまりないよね。考えてみればそうだね。そうだよ。幼稚園の時ぐらいじゃない？いや、そんなことないと思うけど。そこまでいいかな？幼稚園の時はそんなに話しないじゃん、だって。そうか。話してないかったか。そっか。じゃあ、マミが忘れてんのかな？ あ、そうだ、船に乗って話したようにすればね。そうだね。そうだったね。
あの時は結構楽しかったよね。楽しかったね。で、そうで、あれ、風がさ、気持ちよかったよね、あの時ね。ね。で、写真も撮ってもらったしね。ね。ほんと楽しかったよね、あの時ね。だいたい普段、船なんか乗らないでしょ。そうだね。どっちかというと、乗んないに負担はね。ね、出かけるときってだいたい車になっちゃうでしょ、こたくんって。船で出かけることってないよね。そそうっれしはょ。ね、ちょっと負担ねえ、だだいたいと思船うに乗よ。れるってことがあんまりないと思うよ。私もないもん。だからラッキーだと思う。そまない？そうだね。いや、まあ、そんなに普段の乗らないもんね、やっぱりな。乗らないよ。だって運転をさ、ちょろっとだけやらせてもらったよね、一瞬。え？覚えてる？一瞬だけ運転させてもらったの覚えてる？いつ？船のとえ、そうだっけ？こ。全然覚えてない、ごめん。覚えてないか。一瞬だよ、本当にちょろっと触ったの。だってそうじゃなきゃダメじゃん。だって まずいよ 免許持ってないのにっていう話。でも、ね、楽しかったと思うんだ。楽しかったね。本当。でもさ、あれ、お父さんはじゃあ元気？元気だよ。元気？お父さんはじゃあ今日はお仕事？いや、うちにいる。うちにいるんだ。おお、じゃあ今緊張しまくりだね、コタくんね。いや、そんなことないけど、おやっぱりこう、あの、妹とは話すのってなんかこう、照れくさいよな、やっぱりな。う。ああ、そっか。とか、コタくん今どこ見てんの？ もうすぐ前向いてるよ。本当、一人。一瞬さ、なんかすごい目だったよ 面白かった。でも、はい、おみちゃんはさ、最近、忙しそうだね、やっぱり。ありがたいことに忙しくしてるかな。ということでね、コタくん、そろそろ終わりにしたいんだ。それで 早ごめんね、時間がないんだよ。それで、最後にね、マミのハッピー占いっていうのをやってるのね。マミのハッピー占いコーナーに移ります。で、私がコタくんを見て思ったことを言うから、聞いてて。で、コタくんは、私はとっても心の温かい男の子だと思っているのね。それで、引っ込みりゃあなんだけど、心が温かいから、それで人に発信するのがちょっと前苦手だったじゃない？だけど、実はね、それができる子なんだっていうのを私は知ったんだよね。だからそれをどんどんやってほしいなって思ってるんだ。ありがとう。だから思ったこといろいろやってみてって思ってるんだ。了解。やってみる。ぜひ思ったことやるんだよ。やろう。マミもやる。わ かった。頑張ろうね。では、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとう。はい、ありがとう。じゃあねー。バイバーイ。次回もお楽しみに。